本日はケンケンカツオをおろします。まずは鱗を剥がしていきます。頭を落とします。お腹を開いて血合いを掃除します。3枚におろします。皮を注意しながら引きます。寿司ネタ用に切りつけます。最後に握って完成です。